タロ散歩チャンネル。ということで、おはようございます。太郎でございます。本日2021年の3月22日月曜日、私昨日稚内に泊まりまして、でもう今日はねこれからスタートしたいと思います。今朝の5時です。朝5時の、ね、20分から稚内からね目黒行きの列車が出るんですよ。で南稚内はその4分後24分に出発するんですけれども、今日はですねそれに乗って、本来の目的地、それに向かいたいと思います。今日はとりあえず豊富町というところに1回行きたいと思いますけれども、ただね本来の目的のそのものに乗るのが朝の9時ぐらいなんですよ。で寄り道しないでまっすぐ行くと豊富町に到着するのは朝の6時で、3時間ぐらい向こうで時間があってすごく持て余すんですよね。でとりあえず豊富で3時間時間潰すのはちょっと微妙なので、とりあえずもうちょっと乗ります。でそしたらねすれ違いの列車がね途中向こうからやってくるんで、でそのことを考えて、まあ降りた先で少し時間軽く潰すとしてもまあいいんじゃないかなっていうところが、お隣のね幌延町っていうところの駅なんですよ。まあ20分30分ぐらい待つんですけど、それでもでその幌延町で乗って折り返せば豊富町に着くのは朝の7時になります。で朝の9時ぐらいから今日ね本来の目的をスタートさせますから、で今日はそれだけです。それをやって、幌延町じゃなくて、豊富町行って、本来の目的を話して、そして、あとは帰るだけです。普通列車にずっと乗って。というような感じで今日お伝えできればと思いますので、本日も何卒よろしくお願いいたします。おーおーおー、目の前で赤信号になりやがった。なんて街が稚内。風がね、ちょっと吹いてて寒いんですけれども、それでもね、降ってるのが雪じゃなくて雨なんですよ。忘れちゃいけないのがここがね、港町だということです。すぐそこに海があるんですよ。そしてすぐそこにサハリンがあるんですよ。なんか、私は今そういう町には来てるんだということなんですよ、逆に言うと。そんなところまで来ちゃったんですよね。ただこれ、普通列車だけで来ると、この時間でないと普通列車で別に帰れないっていうのがあるんです。幌延から萌え子フリーパスを使って沿岸バス、それを使うと、まあ、ギリ留萌に逃げて留萌本線から深川行ってっていう風にやればギリギリその日のうちに帰れるってなるんですけどね、まあ、そうじゃないとどっか特定の区間を特急使わないと多分帰れないんだろうなっていう、そんな感じです。あとこの道まっすぐ行けば南稚内駅です。まあ数時間前はこの辺まだまだ明かりがついていて飲み屋街がとても活発なんだろうなという感じはしますけれども、南稚内駅到着いたしました。今日はここからスタートしたいと思います。そしてね、昨日緑湯さん銭湯で買った500円の結構いろんなものがある豪勢なね朝ごはんをちょっと列車の中で食べながら行きたいと思います。さすがにそんなにお客さんいないと思うんですよ。で一応ね、幌延に着く時までには、幌延までは一応1時間ぐらい十分に時間ありますから、豊臣よりはね 2,30 分ぐらいね長く列車に乗ってられます。よいしょ。ここの地盤は海抜6メートルなんですね。よっこいしょっと。でもね、一人二人お客さんがいそう。よっこいしょっと。一応2番線で、この名寄行きの普通列車5時24分っていうのに行きます。もう時間が5時の17分ぐらいなんで、あと6、7分でね、
列車出るという感じです。2番線なので1回そう橋渡らなくちゃいけないですね。当駅に駅スタンプは設置しておりませんというふうに書いてますけども、ちなみに隣にもありますというふうに書いてますね、稚内駅。まあそれはいいんですけれどね、このキャラクターがあれですよ、なんか札幌駅に迷い込んだシマエナガのマスコットキャラクターですよね、これね。こんなところにもいました。まあということで改札が来ました。お向かいのホームに行きますんでね、そう南稚内駅のそうホームのこの屋根ったらこれが特徴的ですよね。いつも特急ソヤから見てましたけども、まあ、ようこそ南稚内駅へ、終着稚内は次の駅ですということで、このアザラシのようなものが可愛い顔してなんか言ってますけどね。あ、ちなみにそう今日はですね、この青春18切符こちらのね3日目を使いたいと思います。まあどっかでなんていうかスタンプを押してもらいますけど、今日やりますみたいな。じゃあこれに乗ってとりあえず幌延まで行きたいと思います。お客さんがもうすでに4人ぐらい乗ってる。ちょっと段差が高い昔ながらの駅のホームですね。緑湯さんで買った朝ごはんをいただきましょうかね。こっちが総八ヶ嶺でこっちが桜マスの醤油に、じゃあとりあえず桜マスからいただこうかな。
次はですね、エビカツ、エビカツとそれから焼きそば、まずね、あの酢の物と煮物があるんですけれども、まあ、まずは魚の次はエビカツとこちらの焼きそばいただこうかな。最後は野菜関係、煮物とそれから酢の物ですね。なんとかやってる間にですね、カブトムシに到着しました。でこれの次がね、豊臣なんですけれども、ちょっと時間があるんで、さらにね、南に下って幌延まで行っちゃいます。はい、サインしてですね。あ、お願いします。はい。はい、すいません、ありがとうございます。幌延っていうところにやってきました。全然深い意味はないんです。豊臣で3時間潰すんだったら、こっち来て乗り換えて行った方が1時間時間をなんか浮かすことができるかなって、ただそれだけなんですけどね。ありがとうございます。幌延駅、ブルピーとホロッピーと言いますけれども、このブルピーは何者なんでしょうかね。ホロッピーはなんかわかるんじゃないですか。なんかトナカイかシカかなんかだと思うんですけれどね。あれですよね、昨日も一生懸命ね、あの列車妨害してましたけどね、彼はね。ああ、ここにもボロピーいますけれどね。で次はですね、単純に乗り換えします。7時ちょうどの稚内行きっていうのに乗ります。1番線で、今この23分の名寄行きっていうのを乗ってきたんで、同じホームから今度稚内の方に行くっていう形ですね。57分には到着するみたいです。音威熱波発の57分が到着して、3分間時間があって稚内に行くって感じですね。というわけで、あの火の入っていないストーブがここにありますし、お手洗いはそこにあるか。あ、これか、さっきのホロッピーの戻りになったこれは何だろう。ここにね、トナカイと遊べる大地ですって書いてて、あ、やっぱりあれトナカイなんだ。ごめんなさい、なんか昨日列車を妨害したとか言ってごめんなさい。あれはエゾシカでしたね。彼らとはね、住む世界が違いましたよね。大変申し訳ございませんでした。こちらね、幌延新地層研究センターへようこそ。あの沿岸バスの、そう、留萌からずっと北上して幌延に行く時の終点がここなんですよね。
幌延新地層、幌延新地層研究センターというところなんですけどね、これはね、何やってるかっていうと、高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発として、地層科学研究や地層処分研究開発を行ってますということで、そう、どっかでやっぱりね、出してしまった、あの放射性物質をね、適切な処理を行って廃棄しなくちゃいけませんからね、なんかそういうものをどうやったら安全に処分できるかっていうのをいろいろ研究しているところみたいです。まあ、結局、地面深いところに埋めれば、まあ生物界に大きな影響は出ないんでしょうっていう、まあ、そういうことなんでしょうけれどね。でもね、そんなに時間ないんであれですけれども、ホロカル、ここはインフォメーションセンター、まあ、いわゆる観光案内所みたいなもんですね。でここにもちょうどね、この沿岸バスの萌え子フリー切符売ってるみたい。Wi-Fi も使用できます。9時から営業って書いてるんですけども、7時には折り返して豊臣行っちゃいますからね、これからね。あとね、全然関係ないんだけど、あの靴底が今ね、なんか剥がれちゃって、今日なんか一日中ペタペタ音すると思うんですけど、ちょっと気にしないでくださいね。よいしょ。あ、そしてここにはね、バスが止まっていまして、沿岸バスの、かな？あ、そうですね、沿岸バスの、快速旭川駅前行き。あ、バスでも旭川行けるんですね。まあ、ということで、幌延町なんですけれども、幌延町自体私初めて降りたんじゃないかなと思います。通過はしてるんですよ、おっとっと。お客さんゼロで、旭川駅前行き出発しましたけれども、幌延町いい町じゃないですか。見てくださいよ、セイコーマートがありますよ。セイコーマートどうですか。セイコーマートですよ。まあ、というかね、この辺はね、コンビニ行ったらセイコーマートしかないっていうのもあるんですけれどね、これはね、セイコーマートがこれから行く豊臣町というところに、生産の拠点があるんですよ。あの牛乳関係は豊臣の牛乳を使ってるん で豊臣の牛乳を引き取ってくる代わりに、まあ、そこでまあ製品生産して、物を持っていく代わりに、こっちの方に物を持ってくることができるっていうのがかなり強くて、それでね、もう稚内とかこっちの方っていうのはセコマ一強なんですよね。セコマしか勝たんっていうね、そういう感じなんですよ。ここには民宿旅館サロベツル会館っていうのがありますけども、これはいくらぐらいで泊まれたんでしょうね。ただやっぱり騒がれて、まあなんだってまだ朝6時何分とかですからね。私がいつも寝てる時間ですからね。寝てる時間に私は幌延町を歩いてるってことなんです。まああそこら辺ぐらいまで行って、なんでこれ、あれ、赤信号、あ、これか、これが青信号になってるだけか。三つ股のね、よくわかんない交差点ですからね。あ、青信号だった。今日なんですけれども、まあこれで幌延ですよね、今ね。で、幌延で、まあ、30分以内に今度、豊臣に引き返して、豊臣で2時間、どうしようか考えてますけれども、何もしないかもしれないですけどね。で、豊臣で2時間過ごして、で、今日の本題に入ります。で、今日の本題は本題だけで1本動画作ろうかなと思ってます。で、それが終わったらまた今度ね、1時間ぐらい時間があるんですよ。だから豊臣は合計3時間ぐらい、まあ、滞在時間があります。で、そこから、あとはもう、普通列車乗り継いで、名寄、旭川、滝川、岩見沢みたいな感じで行って、まあ、最速、普通列車だけで行って、最速で6時半ぐらいには札幌に到着するということですね。あ、ここにもいますよ、トナカイのなんだかな。なんだか、コロッピー。お買い物は、ち
島内でって書いてますけどね。ここが町の郵便局、幌延郵便局って、町の名前だけついてる郵便局ってついてると、だいたい町の中心の中央局とかなりますよね。こっちの方に行ったら国道40号線の方に行けるみたいです。この辺だと40号線ったらあれですかね、バイパスが通ってて結構あの町の中心を通らないみたいな、そういうようなものがあるはずなんですけれども、まあ今回は車じゃないんで、またの機会にそういうのはしてみたいと思いますけれどね、はあ、まだ5分ぐらいしか歩いてないんですよ、うん、まあでもざっくり駅前の街並みがこんな感じというのは、なんかちょっと掴んでいただけましたでしょうかね。まあ、せっかくだから道路の反対側ぐらいは歩いて帰りましょう。それぐらいの変化は欲しいですね。街は寂しくなってもでもね、お、なんだあれは、あ、なんだあれは、このドームは何でしょうね、ちょっと気になりますけれども、ここが西条Qマート、あの道北は西条さんっていうスーパーマーケットのチェーンがあちこちありますので、稚内にもありますからね。 あここいいですね、パン屋さんがあります、焼きたてパン、水曜定休。朝の7時前とかじゃなくて、もう少し遅い時間、例えば10時から後とか、お昼とか、そういう時間に来たらどんな感じなんでしょうね。まあ、とにかくね、今日はね、そう、録画の関係っていうか、いろいろバッテリーの関係で、あんまりね、本題以外にはちょっとね、時間費やせませんからと言いながらね、結構費やしてますけどね、深川とか、あ、なんだ、深川行って、旭川は、あの、菊和さんと TK ライナーさんあって、その後名寄か、名寄行って、で音威根っぷちょっと歩いて、で南稚内は少し歩いてけど、まあ緑湯行って帰ってきたみたいな話をして、まあ、とかなんとか言いながら結構いろいろ撮ってますね。でもね、ここまでは全部前座ですからね、これからが本題ですからね、今回の旅の。まあとりあえずあと20分ぐらいありますけれども、幌延駅にお引き込まれて、ちょっと温まらせてください。で、豊臣駅に着いたらちょっと寝かしてもらおうかな。まあ今日もね、3、4時間ぐらい寝れたんですけれども、まあでも所詮は3、4時間ですからね。おっとっと、まあ、体にいいかっていうと寝ないよりはマシだけれども、まあ、もうちょっとちゃんと寝た方がいいかなっていう、そんな感じですよね。私こういう時どうしてるかっていうと、基本列車の中で延々と寝てるんですよ。だから今回も豊臣行って、その例のものをやったら、名寄行きでしたっけ、名寄行きでもうずっと寝てようかなと思ってます。ただそう、天塩川のね、いい風景だけはちょっと撮りますからね。昨日がね、そう、撮りたいところがちょうど真っ暗だったんで、撮ってないようなところとかもありますから、ちょっと天気がちょっと微妙ですけどね、まあいいでしょう。いろんな天気を楽しむというのが旅の醍醐味です。晴ればっかりを求めちゃいけません。雨の日も風の日も大雪の日も全部楽しむようにしますからね。あ、ということで、あと17分ぐらいで列車来ます。よいしょ。まあ、うなことよりね、そう、こうなっちゃったんですよ。靴底がこんなになっちゃって、すいません、今日ペタ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 うるさいと思うんですけど、直す暇もないんでこのまま行きます。じゃあそろそろ時間なんで行きますかね。これ入っちゃっていいのかな。おお、寒い。見えますかね、雪降ってきました。で、多分この1って書いてあるのが普通列車で1両編成で、5って書いてあるのは多分あの特急宗谷5両編成だと思うんですけれども、あ、やってきました、どこだか行き、まあ、私はとりあえず豊臣まで行きますからね。豊臣、
どうもありがとうございます。ありがとうございます。ということで豊臣駅です。本題に入りました。豊臣駅の両端は、両隣は下沼と兜沼で、どっちも沼なんですよ。沼と沼の間に豊臣があるって感じですね。豊臣温泉、そして佐呂別原野、そして豊臣牛乳とね。まあ、豊臣は本当に酪農とか農業とか原野とかいろんなものがありますけれども、今日はですね、その中でこちらのね、佐呂別原野の方にねピックアップして今回の動画を撮りたいと思いますけれども、お、そしてね、ここ見てくださいよ。なんか随分とまた古めかしい景色が、というかね、とてつもない雪なんですけれどね。いやー、寒いです。まあ今日の天気雪ですから別にいいんですけどね。よいしょ。とりあえずね、今7時15分で、2時間後のね、ちょっとね、バスに乗ってね、これから出かけていきたいんですけれども、とりあえずちょっと寝かしてください。ちょっとね、あんまり寝てないんで、眠くて眠くてしょうがないです、今。寒い寒い寒い。どっか休める場所とか、そこら辺でまだ寝るかな、2時間ぐらい。これちょっと、この辺は幌延駅とちょっと似たものを感じますね。あ、ただね、こういう風にね、待ってる間なんかいろんなものを読んでいいですよという風に本が置いてありますよ。少女漫画ばっかりですけどね。こっちはなんだろう、こっちは小説系だな。結構いろんなものありますよ。ご案内、駅舎内にトイレはありません、観光情報センターのトイレをご利用くださいということで、ちょっとトイレ借りますか。これでお手洗いなかったらもうアウトですけどね。コンビニが近所にあればいいんですけども、あ、ありますあります。多分ね、こういうところって、そう、私みたいにトイレ使い場のために情報センターの外にとかトイレあったりするようになってると思うんですけどね。よっこいちょっと、お手洗い、観光案内、そうですよね、やっぱりトイレは別口ですよね。よかった、危ない、お漏らしするとこだった。ということで、駅の待合室で少し休んでました。寒かった。カイロ一応してるんで、まあ、体の一部は暖かいんですけど、寒かった、まあ、ということで、じゃあね、次の動画では、じゃあ今回の旅行の本命をね、取り上げていきたいと思いますので、そちらの方もどうか楽しみにしていただければと思います。これから、佐呂別線という沿岸バスの路線に乗りまして、佐呂別原野を通って若坂内というところに行きます。まあ、どんな感じか、とにかく次の動画を見ていただければ分かると思いますので、楽しみにしていただければと思います。では、動画は一旦ここまで。ご視聴どうもありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。